SS433 は、わし座の方角、地球からおよそ1万8000光年離れた場所にある、非常に奇妙な連星で、これまで観測された中で、最も興味深い天体の一つである。X 線連星かつ、食連星で、主星は、高星質量、ブラックホール、もしくは中性小星であり、ピアニッシュも、23、24、晩星は、 万機の A 型超巨星と推定されている。また SS433 は最初に発見されたマイクロクエーサーである。ケースウェスタン、リザーブ大学の天文学者、ニコラス・サンディリュークとブルース・スティーブンソンによる強い水素の Hα 規制を持つ構成の創作の結果、彼らの1977年版の製表へ433番目に収録されたのが、 この天体の最初の記録であることから、二人の頭文字と収録順を合わせ、SS433 と命名された。その後、SS433 は、初期変更性であることも分かり、ワシザ・ V1343 世という変更母名も付けられている。SS433 は、1万7七千年から2万千年前に爆発したと推測される。 超新星の超新星残骸 W50 の中に一致している。主星は超新星爆発を起こした恒星の核が崩壊して残ったコンパクト星である。SS433 はわし座の方角に地球からは約1万8000光年の距離にある。可視光での死等級は14等級で X 線源、電波源でもある。主星は万星から急速に質量を奪い、 その周囲に光着円盤を形成している。光着円盤は周囲を回転しながら主勢に落ち込み、その過程で非常に高温へと熱せられて強い X 線を放射し、高温の水素でできたジェットを回転の軸に沿って円盤の上下方向に噴出している。ジェットを構成する物質は高速の約26%の速度で移動している。ピアニッシも二十三から十四 p 五百八 万星の初期質量はおそらく主星の初期質量より小さかったため、万星の方が寿命が長くなっていると考えられる。主星の質量は太陽質量の1.9倍から4.9倍、万星は太陽質量の8.5倍から12.7倍と見積もられている。主星と万星はその共通重心の周りを太陽半径のおよそ58倍の距離をとって、 約13.1日の周期で降転している P510。二次元で四角化したジェットのプラズマの速度上主星からのジェットは光着円盤と垂直に放出されている。主星は再差運動しており、再差の軸は視線方向から約79度傾斜している。ジェットと再差運動の軸との間の角度は約20度であり、再差周期は 約162.5日である。再差運動するということは、ジェットが地球の方向に近づく向きに吹き出す時と、地球から遠ざかる向きに吹き出す時とがあり、観測されるスペクトルはそれぞれ、青色側、赤色側に、ドップラー変異を引き起こす、P508。また、再差運動によって、ジェットの螺旋状構造は、主星から離れるにつれ円錐状に広がっている。 ジェットが超新星残骸と衝突することで W50 はジェットの吹き出す方向へ引き伸ばされた形に歪んでいる。2004年にはベルバによる42日間連続の観測が行われ、ジェットについて新しいデータが得られ、その理解が進んだ。ジェットは吹き出した後単調に暗くなるのではなく、硬着円盤から少し離れたところで明るくなっていた。しかも常に 同じ場所で明るくなるわけでもなく、いくつかジェットを明るくする場所があるようだった。ジェットが明るくなるのは、静臭物質と衝突するためと考えられ、その物質は、ジェットとは別の光着円盤風と予想されている。SS433 のスペクトルは、視線方向の運動による、ドップラー変異だけではなく、特殊相対性理論的ないわゆる、横ドップラー効果の影響も受けている。 すなわち、ドップラー変異の効果を除いても、秒速約1 2ロメートルに相当する赤型変異を受けており、これは地球から遠ざかる成系の実際の視線速度ではなく、時間の遅れによるものだと考えられている。相対論的に運動するジェットが観測者からは遅れて見えるので、定期した原子の振動も遅れて見え、放射される電磁波が赤型変異する P508。 2011年 VLT と保証工学を組み合わせた観測によって SS433 のブラックホールを取り巻く硬着円盤から垂直に吹き出すジェットの姿を直接撮影することに成功した。映し出されたジェットの姿は予測された再射運動による円錐状の構造やローゼットが捉えた X 線放射の構造とよく一致していることが確認された。 ありがとうございます。